に行くんだい？よし、よし、行くぞ。あ、レッド。よう。どうしたの？やけにご機嫌だけど。ああ、ついに親父に勝利したのさ。決戦の前に幸先いいぜ。本当？ザムエルさんって守り手と同じかそれ以上に強いって噂なのに。そりゃどうかな。俺の見立てじゃアガーテ姉さんの方が強いと思うぜ。レントが言うならそうかもね。それでどんな風に勝ったの？何？いつも見たく手を出してきたからよ。聞かねえそぶりで前に出たらビビって折れやがったのさ。実際もう痛くも痒くもなかったしな。今まで俺が負けてたのは吹っ切れたってこと？まあな。親父の方が最近妙に距離取ってる理由も聞き出したぜ。ほんとバカらしい話だったよ。それは聞いていいの？もちろん。息子が羽根っか入りの段階を超えて独り立ちしそうなのを察したからだとさ。レントの独り立ちを怖がってたってこと？ザム…あいつが何を思うが俺の知ったこっちゃないけどな。全部終わったら俺は…ん？何？ああ、いや、なんでもねえ。今は秘密だ。帰ってきた。またあちこちふらついてたのかい？たまには。まあいいじゃないか。魔物退治からこっちライザたちの悪口を言うやつもいなくなっただろ。評判じゃなくてあなたの手伝いのことよ。わざわざ言わなきゃ朝起きて足でいなくなるんだから。そうだね。今度もそんな感じでいなくなって。何か言ったかい、ライザ？ううん、どこに行っても帰ってくるよ、ちゃんとね。本当かね。お前の錬金術とやらですぐ連れ戻せる魔法の呼び鈴でも用意してほしいよ。そんなもの作ったらおちおち冒険もしてられないよ。どうしたんだい？急に人の顔ジロジロと。何か顔についてるかな？なんでもないよ。この小さな屋根裏部屋でどうする、どうしたいって話し合ってたのがずっと昔の出来事みたい。ここから始まってみんなとの世界が広がって、またここを守るために戦うか。うん、それもいいよね。ライザ、何やってるんだい？ちょっと手伝ってくれるかい？ああ、こんなとこまでいつも通りか。どこに行くんだ？よし、行くぞ。あれ、珍しい取り合わせ。何してるの？ライザか。
あ、いや、実は前から島の操作とかいろいろまとめたメモを作ってて、この際だからそれを渡してたんだ。そっか。そのメモがあったとしてボースにわかるの？いきなりのことでわかるわけがないだろう。時間をかけてじっくり読ませてもらうさ。あらら、あんまり首相だと拍子抜けしちゃうな。まあ私にもわかんないし偉そうには言えないか。そこは僕の長年にわたる研鑽の賜物だよ。と言っても実際読めるようになったのはアンペルさんたちが来てからだけどね。持ち歩いてるだけの。は？持ち歩いてるだけの飾りじゃなかったんだな。うん、僕がこだわってきたものには意味があった。それが島のみんなを助けることにつながった。だからもう何も言うことはなしさ。そうか。本当昔みたいな眺め。どこに行くんだ？おう、どこに行く？よし、行くぞ！ライザ、私、今だからできることをしたいと思う。いいよ、私がいて助けになるんならいくらでも。でもね、自分では気づいてないかもしれないけど、いつも勇気を出してたのは私じゃなくてクラウディア自身なんだよ。だから今度も大丈夫。ライザ、うん、頑張るよ。急に何の用だね、二人とも。クラウ、それは。お父さん、隠しててごめんなさい。今まで何度も対象を離れてたのはこれを練習するためだったの。何？旅を始めた頃、これを吹くたびにお父さんが悲しい顔をするのが辛くて、それで。そんな顔を私が。練習はずっと続けてたんだ。いつかもっと上手くなれば喜んでもらえると思って。でもそのまま数年隠れて練習するばかりで、お父さんの前に立つ勇気が。クラウディア、頑張れ。そんな時ライザたちに出会って聞いてもらって、私のこれが人の心を慰められるって知ったの。これならお父さんも笑顔にできるかもしれない、そう感じることができたの。わかった、聞かせてくれ。フルートの演奏会は、数年おきに旅から帰る私と母さんとクラウのとても楽しい思い出だった。
だから母さんのそばを離れ、私と旅に出たお前がフルートを吹く姿に、私は思ってしまったのだろう。この子は母さんのもとに帰りたがっているのではないかと。お父さん、旅は私にいろんなものをくれたよ。綺麗な景色に、いろんな食べ物、知識に、体験に、友達も。それに私はお父さんの娘でもあるんだから、旅は大好き。一度母さんの元に帰ろうか。お前の素晴らしい上達ぶりを三人の演奏会で聞かせてあげよう。うん、クラウディア、よかったね。珍しいものがありそう。何と交換しよう。これ、取引成立だね。これで取引成立。これでいいかな。取引成立。これ、取引成立。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 これで取引成立。また行くんだい。よし、聞いたぞ。お前たちだけでフィリュッサの本拠地に殴り込む、それ以外の方法は本当にないのか。うん、ないみたい。だから私たちが行った後、万が一、そう、あくまで万が一のために、数日の間街道の往来を止めるようモリッツさんを説得してほしいの。分かった、約束する。ライザん、何？真実を他に漏らすことができないのなら、少しでも知っている奴を加えるべきじゃないのか。ありがとう。でもあんたはダメ。別に強い弱いの話じゃないよ。どういうことだ。その真実を知ってる人間がせめて一人は残ってないと、やっぱりまずいでしょ。さっきから気に食わないことばかり言うな。まるで帰ってくることができない奴の遺言だ。だって本当に無謀なんだもん。でもそれ以外の道は取れない。だったらどれだけ危険でも怖くても、その道を走るしかないじゃない。お前が湖に落ちたあの日。え？俺は
レントやタオと一緒に引っ張れなかった。アガーテが後ろで見張ってると知ってたからだ。だからアガーテがいるはずの物陰に向かって走った。それが正しい方法だと俺は信じていたからだ。だが実際にアガーテを見つけるまでは本当に怖かった。それでも走り通してお前を助けられた。不安でも何でも正しいと思ったら全力で走れ。今度は残れと言われた俺が助けを待っててやる。なんで本当のこと言わなかったのさ。アガーテは父さんの言いつけで俺が危ない真似をしないかどうか見張らされてたんだ。俺はそれを知ってたからどうにも恥ずかしくて、あの時は言い訳よな。何よそれ。本当お互いなんてことない理由であんなに。でもいろいろありがとうボス。無様に惨敗しても心の広い俺は許してやる。ちゃんと帰ってくれば。だがな。おあいにく様、しっかり虫歯みの女王を倒して凱旋してみせるわよ。ああまたな。どこに行くのかね。よし行くぞ。大したもんだよライザの錬金術は。指の感覚は怪我をする前と変わらない。完全に痛みはなくなったのか。なあ、これなら相手が虫歯みの女王だろうと存分に暴れられるだろう。もう治ったと言っていいんだな。ああ、どうしたリラ。アンペル、私たちオーレン族はお前たちに、お前に無理をさせていないか。いいや。本当か。ああ、周りのすべてに裏切られ世をはかなんでいた私にお前は錬金術師としての生きがいをくれた。今度の戦いだって長く続くそれの一つに過ぎない。お前が付き合ってくれる限りは続けるさ。そうか、ならいい。戻りました。とりあえずやれそうなことは全部やってきたよ。俺たちの準備は万端だぜ。アンペルさんとリラさんは。ああ、今終わった。行くか。まずは門だ。あの隠された入り屋だね。
どうしようかな。どこに入れようかな。どこにしよう。どこに入れよう。何を入れるのがいいかな。おいいか、おいいか、いいもの、でき、いいもの、できそうな予感。おいいか、おぉ、どれがいいかな。これで、さあ、どうだ。やった、できた。どこにしよう。どれを強化しようかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。どこにしよう。何をしようか悩んじゃうな。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。さあ何を入れよう。うわいい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわいい感じか。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。
ものできそうだよ。何を入れるのがいいかな、何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。どれにしようかな。
まだこちら側にゴズメを出していなかったか。ソラヨミが倒されたことに気づいてないのかもしれん。薄情な奴らだな。ま、悪魔らしいといえばらしいけど。奴らここはあくまで群れにおける役割、いや、機能をそれぞれ体現しているだけの存在だからな。ドイツが死んでもそれは群れの一部品でしかないから何も感じないってことか。アリとかハチみたいだ。例えとしては正しいな。そんな奴らだからこそ中枢を潰すことで群れ全体の瓦解を誘える。中枢、つまり虫歯みの女王。目的の再確認はできたか？なら行くぞ。いよいよ異界か。またこの空をみんなで見上げようね。うん、歓喜の空。特に太陽なんてこれまではイラつくだけだったけど。これが僕らの世界の空だからね。よし、痛いくらい目に焼き付けたし、いよいよ殴り込みだ。門の先にはフィルッサが待ち構えてる可能性が高い。十分に用心しろ。分かってる。さあ出発よ。何が起こるか楽しみだな。到着。本当にいた。しかもなんか強そう。あれは将軍だ。手強いぞ。締めてかかれ。おお、待ってました。あれはやっつけてもいい種類なんですか、アンペルさん。問題ない。もう石膏も空読みも出てしまった後だ。虫歯みの女王まではなで切りにして進むしかない。つまり考える必要はなしか。よし、行くよ、みんな。一気にやっちゃおう。行くよ。はっ、えい、チョコラ。クラウディア、お願い。行く、クラウディア。任せるぞ、チョコラ。行くよ。光よ、打ち溢れて。行くよ。えい、行きます。そこだ、そこだ。えい、それ行くよ。えい、そこだ、そこだ。クラウディア、お願い。クラウディア、行くよ。任せ。えい、行くよ。はっ、こいつも食らえ。はっ、行くよ。さあどんどん進もう。なんとか片付いたか。
将軍を倒せばこいつを核とした一軍の集結は妨害できる。向こうへの進出にも遅れが出るだろう。今の勝利だけでもこっちに攻め込んだ意味はそこそこあったのかな。その通りだが、ここに将軍がいたのは大侵攻実行の寸前だったという証明でもある。グズグズしてる暇はないってわけね。アンペルさん、これからどうするの？まずはキロシャイナスともう一度合流しよう。彼女の安否を確認して、できれば今の情報も欲しい。キロさん、無事だといいですけど。燃えろ！気をつけ！これなら余裕だね。行くよ！行きます！はっ！行くよ！行くよ！クラウディア、お願い！そこだ！うん！行くよ！クラウディア、任せるぞ！はっ！それ！はっ！次に行こう。気をつけて！燃えろ！気をつけて！燃えろ！気をつけて！どうする？それ！行くよ！それ！そこだ！そこだ！行くよ。さあ、どんどん進もう。よーいしょ。そう。手短に済ませるぞ。それ行くよ、そこだ、そこだ、行きます。行くよ、それそこだ。クラウディア、お願い。行くよ、さあ、どんどん進もう。よーいしょ。どんな毒でも毒は毒だ。くれぐれも扱いには注意しろ。植物でいいのかな。手短に済ませるぞ。それそこだ。行くよ。行きます。はっ、クラウディア、任せるぞ。クラウディア、お願い。行くよ。そこだ。行きます。はっ、そこだ。行くよ。行きます。そこだ。行くよ。行きます。はっはっ、行くよ。それ、さあ、どんどん進もう。生き物からも様々な材料が取れる。その辺にある材料より入手が難しいのが難点だな。そう。
毒を持つ虫から毒を抽出するのも立派な錬金術の研究の一つだ。よいしょ。虫が何の役に立つかはわからないけど、とりあえず集めよう。これなら余裕だね。行きます。そこだ、クラウディア。それそこだ、行くよ。クラウディア、お願い。行きます。行くよ。それそこだ、行くよ。クラウディア、任せるぞ。さあどんどん進もう。燃えろ。気をつけて、気をつけて。これなら余裕だね。行きます。行くよ。そこだ。行くよ。そこだ。クラウディア、お願い。行くよ。クラウディア、任せるぞ。そこだ。行くよ。そこだ。即興でクラウディア、お願い。任せるぞ。光よ、満ち溢れ。行くよ。さあどんどん進もう。これ生臭いな。もう必要なら集めるけどさ。燃えろ。神秘的ね。不思議な気持ちになるわ。やっ、手短に済ませるぞ。行くよ。はっ、そこだ。クリア、道を溢れて。行くよ。はっ、クラウディア、お願い。行くよ。クラウディア、任せるぞ。はっ、行くよ。はっ、そこだ。行くよ。さあどんどん進もう。よいしょ。これ毒があるんじゃねえのか。おいおい、触っちまったけど大丈夫かよ。君たちと再会できて嬉しい。大進行の気配があったからきっと様子を見に来ると思ってた。そちらも無事で何よりだ。聖地は襲われていないようだな。聖地は女王の城と門の直線上から連れてる。奴らは道なんか無視してまっすぐ門に向かうから。
ここは進行ルートと重ならない。むしろ周りの群れが駆り出されて静かなくらい。それってつまり女王の城の近くにはフィルッサがうじゃうじゃ集まってるってこと？変な想像させないでよ。もうこっちの事情を説明しよう。そう、古式ヒグはやはりそちらに。ボースは気に病んでいた。そりゃもう泣くわわめくわで即ぶっ壊しかけたの。俺たちの都合で止めちまった。ありかが分かったのなら、彼が怒ってくれたのなら、まずはそれでいい。でも君たちの選択の方には驚いた。まさか虫歯みの女王を倒して大進行を止めるつもりだなんて。オーレン族のキロさんでも驚くくらい無謀なことなんだね、やっぱり。だとしても今さら帰るわけにもいかねえさ。勝手な言い分なのは分かってます。それでも私たちの世界を大進行から救いたいんです。そのために女王の城に至るまでの情報が欲しい。できる限り消耗を抑えて女王に当たりたい。やっぱり本気なんだ。分かった、君たちの勇気と闘争心に応える。私の助力は。聖地を守っているお前を巻き込むわけにはいかない。お前はお前の戦いのために残っていてくれ。そう、じゃあここで君たちの無事を祈る。お互いクリント王国のせいで苦労をさせられるな。奴らが来ないよう封鎖してあるけど、この奥の道を進めば女王の城にたどり着けるはず。小遣いにしようぜ。でも買ってくれる？そう、虫は食べられる。必要な時にはためらわずに行け。油断はするなよ。行くよ。それ。そこだ。クラウディア、お願い。そこだ。行くよ。クラウディア、任せるぞ。そこだ。行くよ。そこだ。そこだ。行くよ。行きます。そこだ。そこだ。行くよ。行くよ。クラウディア、任せるぞ。そこだ。当たって。そこだ。こいつも食らえ。行くよ。さあどんどん進もう。演奏も上手くなってるかな。まだまだ強くなるよ。立ち止まっている時間はない。必ず勝とうね。えい、
そこだ。行くよ、当たって。クラウディア、お願い。クラウディア、行くよ。任せるぞ、そこだ。行くよ、それ。行くよ、そこだ。行くよ、そこだ。行くよ、それ。行くよ、そこだ。次に行こう。よく驚かれるんだけど、私、虫は平気なのよね。油断はするなよ。行くよ、行きます。そこだ。行くよ、クラウディア、お願い。クラウディア、任せるぞ。そこだ。それ、そこだ。そこだ。行くよ、行きます。そこだ。行くよ、そこだ。次に行こう。行けた。手短に済ませるぞ。当たって。行くよ。任せるぞ。そこだ。行くよ。行きます。そこだ。それ。行くよ。さあ、どんどん進もう。行けた。一人は苦手なんだよな。俺がやったらみんな潰しちまうからな。気をつけろ。どうする。行くよ。はっ、当たって。そこだ。クラウディア、お願い。クラウディア、任せるぞ。そこだ。行きます。行くよ。そこだ。行くよ。そこだ。そこだ。それ。行くよ。そこだ。行きます。行くよ。それ。はっ。そこだ。次に行こう。これなら余裕だね。行くよ。行きます。そこだ。行くよ。行くよ。一緒に。ライザー、行きます。やってみろ。そこだ。そこだ。行きます。行くよ。そこだ。行きます。そこだ。行くよ。それそれ。そこだ。よっしゃ。さあ、どんどん進もう。気をつけて。なんだか独特の匂いがするね。燃えろ。
油断はするなよ。行きます。えい、それそこだ、そこだ、えい、クラウディ行きます。クラウディア、任せるぞ。行きます。そこだ、えい、行くよ。行きます。そこだ、えい、行きます。行きます。そこだ、行くよ。そこだ、えい、行きます。行くよ。行きます。それそれそれ、一緒に行きます。そこだ。さあ、どんどん進もう。キノコは毒持ちが多い割に抽出しづらいんだ。調合する上で使いやすい材料とは言えないな。よいしょ。どうする？行きます。行くよ。それはっはっ、行くよ。クラウディア、行きます。クラウディア、任せるぞ。行きます。行くよ。行くよ。それ行きます。はっ、そこだ、行くよ。光よ、行くよ。触れて。さあ、どんどん進もう。一気にやっちゃおう。行くよ。それはっ、えい、クラウディア、行きます。そこだ、行くよ。クラウディア、任せるぞ。そこだ、行くよ。この道具で、なんだ、はっ、そこだ、行くよ。はっ、行きます。そこだ、そこだ、行くよ。行きます。クラウディア、お願い。それそこだ、そこだ、行くよ。そこだ、えい、行くよ。えい、そこだ、そこだ、行くよ。えい、行くよ。さあ、どんどん進もう。演奏も上手くなってるかな。まだまだ強くなるよ。立ち止まっている時間はない。やあ、僕もこれは何か神秘的な力がありそうだって思えるよ。本当にあるかどうかはわからないけど。よし、あった。錬金術はしっかりとした学問だが、やあ、それでも神秘の力に頼る人は多い。これも役に立つだろう。やあ、もう神秘的なものを感じるな。新しく行けるところが増えたね。
ちょっと僕に近づかないでよ。虫が嫌いなの知ってるだろう。これが女王の城か。いかにもな場所だぜ。今にも物陰からフィルフサが飛び出してきそうだ。全然冗談になってない。こんなところまで来ちゃったよ、この僕が。私だってそうだよ。でも現実に私たちはここにいる。どうして俺たちみんなこんなところでこんなことやってんだろうな。どうしてって、そりゃなんてことないものを守るためだよ。当たり前で大事なものをね。だからこそこっそり命を懸けてるんだよね。今やってることをお父さんが知ったらそっと嘘そう。そっとというか、連れてきた僕らの命が危ないよ。多分女王より強いだろうね。ああ、それは確かに。さて、おしゃべりして緊張はほぐれたか？覚悟を決め、背負うべきものを背負ったら、ゆっ。見つからずにというのは無理だろうが、可能な限り戦闘は避けて女王のところまでたどり着くぞ。うん、行こう、みんな。あの空の色、気持ちが落ち込んじゃう。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。休まるね。おう、どこに行く？よし、行くぞ。かつてはこの森の木々もこんな色ではなかった。もう戻ることはないのか。なかなか手強そうだ。爆弾もあるとありがたいよな。気をつけて。油断はするなよ。それ行くよ。それそこだそこだ。行くよ。
そこだ、そこだ、力強く一気に、クラウディア、任せるぞ。当たれ、ライト、一緒に切るぞ。お願いします。ガラージ、それ行くよ、援護します。行きます。行くよ、そこだ、そこだ、行くよ、一緒に。さあどんどん進もう。これは毒があるやつ、いや、うまいやつかな。あん、紛らわしい。のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。よいしょ。落ち着いていこうね。それ、それ、そこだ、そこだ、力強く一気に。クラウディア、お願い。そこだ、クラウディア、まだまだ任せるぞ。そこだ、そこだ、援護するよ。行くよ、行くよ、そこだ、クラウディア、お願い。道を溢れて、行くよ、そこだ、行くよ、行くよ、まだまだ、行くよ、行くよ、それ、それ、そこだ、行きます。次に行こう。石から金属を抽出する作業はいかにも錬金術らしくて楽しいものだぞ。中身はなんだ。金属の元だよね。燃えろ、そんな石より強いのね。燃えろ。宝石といっても石の一種に過ぎない。調合するときはためらうな。類は調合でも便利な材料だぞ。技術でも使うくらいなのでな。手短に済ませるぞ。当たって。そこだ。これならどう。そこだ。当たって。クラウディア、任せるぞ。行くよ、そこだ、クラウディア、お願い。行きます。行くよ、さあどんどん進もう。
に行くんだい？よし、行くぞ。なんか変な月が浮かんでる。ここやっぱり私たちのいたところと全然違う場所なんだね。燃えろ！毒があるんだよね。怖いけど必要なら取らないとね。薬になる材料っていろいろあるんだね。知らなかった。そっとりゃ。一気にやっちゃおう。行きます。行くよ。行きます。はっ、そこだ。行くよ。うんだ。うんだ。ちょいだ。一緒に行く。行くよ。ライザ、やってみろ。クラウディア、お願い。そこだ。力強く行く。クラウディア、任せるぞ。うんだ。行くよ。援護するよ。行きます。行くよ。そこだ、そこだ、そこだ。行くよ。行くよ。そこだ。クラウディア、お願い。行くよ。さあどんどん進もう。そっとりゃ。一気にやっちゃおう。行くよ。当たって。はっ、クラウディア、お願い。うんだ。行く。クラウディア、任せるぞ。うんだ。それ、行くよ。そこだ。行くよ。はっ、それ。そこだ。行きます。行くよ。そこだ、そこだ。行くよ。それ。
行きます。行くよ、行きます。クラウディア、お願い、行くよ、行きます。行くよ。勝ててよかった。演奏も上手くなってるかな。まだまだ強くなるよ。立ち止まっている時間はない。やっちゃおう。行きます。行くよ、それ、そこだ、はっ、行くよ、力強く、はっ、行くよ、クラウディア、任せるぞ、そこだ、援護するよ、行くよ、行くよ、傷を癒して、行くよ、そこだ、そこだ、クラウディア、お願い、行くよ、傷を癒して、そこだ、行くよ、はっ、そこだ、それ、行くよ、はっ、そこだ、そこだ、これならどう、それ、そこだ、そこだ、そこだ、行きます、行きます。ライザ、やってみろ。行くよ。さあ、どんどん進もう。行けた、行けた。油断はするなよ。行くよ。任せるぞ。はっ、はっ、そこだ、行くよ、うん、それ、そこだ、行くよ、行きます、行くよ、行きます、行くよ、そこだ、行くよ、次に行こう。
なんか匂うな。なかなか手強そうだ。えい、行くよ。そこだ。えい、クラウディア、力強く一気に。ライザー、やってみろ。ライザー、一緒に。行きます。行きます。敵を貫け。そこだ。行きます。行きます。そこだ。それ。そこだ。クラウディア、お願い。行くよ。そこだ。そこだ。行くよ。クラウディア、任せるぞ。そこだ。この道具で。行くよ。行くよ。そこだ。そこだ。行くよ。それ。行くよ。それ。行くよ。まだまだ行けそうだね。おっとりゃ、うーん、しゃ、よーしょ。これは毒があるはずだよ。気をつけてね。やっちゃおう。えい、そこだ。えい、はっ、なんだ、ライザー、行くよ。なんだ、それ、そこだ。いっ、ライザー、一緒に行きます。行きます。行くよ。はっ、そこだ。行くよ。そこだ。ライザ、やってみろ。そこだ。はっ、そこだ。クラウディア、まか、そこだ。はっ、それ、行くよ。クラウディア、お願い。そこだ。それ。そこだ。そこだ。当たれ。行きます。私は負けないさ。するなよ。行くよ。はっ、えい、そこだ。クラウディア、お願い。行くよ。クラウディア、任せるぞ。この道具で。はっ、行くよ。はっ、行くよ。行きます。えい、はっ、はっ、えい、行くよ。そこだ、そこだ。行くよ。そこだ、行くよ。そこだ、それ、そこだ、そこだ、それ、行くよ。はっ、はっ、はっ、
もう大丈夫。行くよ行くよ。そこだそこだ。次に行こう。演奏も上手くなってるかな。まだまだ強くなるよ。立ち止まっている時間はない。燃えろ。性能だったっけか、いっぱいあってわからないな。どこに行くの？よし行くぞ。ふう、休まるね。おう、どこに行く？よし、行くぞ。この地こそ、長らく探していた場所の一つだ。それなら余裕だね。それ、それ、そこだ、そこだ。行くよ、行きます。クラウディア、お願い。そこだ、クラウディア、それ、任せるぞ。行くよ、そこだ。それ、行きます。そこだ、行きます。行くよ。それ、それ、行くよ。行くよ。それ、そこだ。行きます。行くよ。さあ、どんどん進もう。油断はするなよ。行くよ。そこだ。そこだ。クラウディア、お願い。クラウディア、行きます。行くよ。そこだ。行くよ。はっ。そこだ。ライザー、やってみろ。行きます。そこだ。クラウディア、お願い。クラウディア、任せるぞ。はっ、そこだ。ライザ、やってみろ。そこだ。はっ、そこだ。行くよ。クラウディア、大丈夫、お願い。クラウディア、任せるぞ。はっ、行くよ。さあ、どんどん進もう。よいしょ。宝石っていろいろあるな。見た目も似てるし、少しずつ覚えていかなきゃ。そういや、島にはあまり宝石ってないよね。何が出るかな。
全くないわけじゃないけどさ。よーいしょ。なかなか手強そうだ。行きます。行くよ。行きます。そこだ。行くよ。当たって。クラウディア、うん、そこだ。クラウディア、任せるぞ。はっ、行くよ。力強く一気に。そこだ。はっ、行くよ。行くよ。リラさん、援護します。ガラ空きだ。リラさん、お願いします。行くよ。行くよ。行きます。行くよ。ガラ空きだ。それ、行くよ。それ、それ、行くよ。ガラ空き、行くよ。次に行こう。宝石か。私はあまりいい思い出がない。気をつけて戦わないと。行くよ。そこだ。行くよ。それ、ハッピーラさん、お願いします。なんだ、そこだ。行くよ。ミラさん、援護します。行きます。行くよ。それ、ガラ空きだ。行くよ。それ、行くよ。燃え尽きろ。それ、行くよ。それ、ミラさん、お願いします。燃え尽きろ。行きます。行きます。行くよ。行くよ。はっ、それ、ライさん、それやってみろ。痛い。そこだ。行きます。行くよ。そこだ。クラウディア、お願い。クラウディア、行くよ。任せるぞ。はっ、はっ、行くよ。行くよ。行くよ。私が行こう。先陣を切る。皆さん、お願いします。燃え尽きろ。行くよ。私は負けないさ。任せるぞ。そこだ。
行くよ、えい、行くよ、えい、ミラさん、お願いします、えい、ミラさん、援護します、行きます、もう一つおまけよ、えい、行くよ、行きます、行きます、それ、えい、行くよ、それ、行くよ、えい、それ、行きます、しびれろ、行くよ、えい、それ、えい、行くよ、行きます、行きます、皆さん、お願いします、次に行こう、演奏も上手くなってるかな、まだまだ強くなるよ、あ、行けた、
に行くんだい？よし、行くぞ！休んじゃおう。